あと、山一証券の破綻を証券マンとしてどのように見ておられましたか？はい。山一証券っていうのはですね、実は1997年の11月20日、日経新聞朝、山一証券廃業へっていう記事が出てましてね、廃業、会社更生法とかですね、破綻とかって書いてあるんじゃなくて、廃業って書いてあったんですよ。なんだこれ？廃業って何？まあ、しかし腰が抜けるぐらい驚いた記憶があります。で、しかも同業者ですから立派な大きい会社でしたしね、まあ、友人も何人もいましたし、本当に腰が抜けるぐらい、まあ、驚きました。まあまさにその何て言いますか、寒いなっていう感じでしたね。一体これから何が起こるんだろうなっていう、まあ、そういう、もう漠然たるですね、不安な気持ちでいましたね。まあ、不思議と自分も同じ目に遭うんじゃないかっていう風な感覚とはちょっと違ってですね。なんかこう、そういう怖さではなくて、世の中、これからどうなるのかな。そういうようなことですね。まあ、当時は私、とにかく証券マンとして、目の前にあるこのマーケットで、いかにお客様に、まあ、儲けてもらえるかっていうことで、もうそれが必死でしたので、今、評論家みたいなこと言ってもしょうがないんでね、日銀が悪いんだとか、どこどこが悪いんだとか言ったってしょうがなかったんですよね。ほんで、また当時は結構、その1990年代には、証券会社ってところに対してですね、証券不祥事っていうスキャンダルが、まあ、とっても話題になっていて、大手の企業ですとか、そういった人たちに特定のお客さんにだけなんか儲けをつけたりしてたんではないかっていうような疑惑って言いますかね。そういったことをまあよく言われてた時期で、自分はそんなことしたわけもないしですね、する力もないわけなんだけども、世間の風当たり値は結構強くてですね、証券マンっていうのをちょっと口で大きい声で言うのがややはばかられるっていうぐらい、ちょっとやっぱり証券マンがやや肩身が狭い思いをですね、した時期でもありましたね。山一の知り合いの人からよく聞く話でね、11月20日、まあ、山一証券が廃業することになった一番近い土日にですね、全国いろんなところに散ってしまった同僚たちがですね、その土日はもうみんなで集まって、休校を温めながら、今現在自分は新しい仕事で頑張ってるっていう話をね、してるんだと。そうやってみんなが新しい仕事について頑張ってるのを聞いて、まあ自分もまた頑張ろうと思うとかですね。そんな話を何人かの方から聞いて、やっぱり人間ってそうは言ったってたくましいんだなと。まあ私なんか別に倒産の浮き目にあったりしてなくて、そういう本当の苦労された方に比べりゃ、随分まあ弱いなっていうようなことをちょっと思ったりですね、もしていました。まあ、決してですね、だから、冷めた目で見るなんてことはもちろんできなかったし、だからといって明日は我が身っていう、そういう感じでは思ってなかったんですけどね。ただ、その頃からやっぱりなんでこんなことになったのかなっていうようなことを考えるのに、ただ単に自分が勉強してお客さんに少しでもプラスを 取ってもらおうっていう努力をするっていうだけではなくて、やっぱなんかが変だよな、というようなことを考えるようになりましてね。それで、やっぱりもっとマーケットとか政府のやることとか制度とか、お上から与えられたものが全部ではなくて、それやっぱり間違ってることもあるんじゃないのかなとか、そういったことをですね、やっぱり考えるようになったのもやっぱその頃からですね。